エアバス A330 ネオ初飛行を行う A330 ネオエアバス A330 ネオはヨーロッパのエアバス社が開発、製造しているワイドボディの総発旅客機でエアバス A330 の新世代ジェット機である。従来の A330 型機より25%以上の燃費向上を目標として開発された。 エアバス A320 ネオで採用された新型系合体とシャークレットを使用することで燃費を、向上を図った。また、新型エンジンのロールスロイストレント7000を搭載することで、さらなる燃費向上を行った。さらに、ロールスロイストレント7000の搭載により、騒音削減など環境性能の向上も図っている。2014年7月14日。 A330 から800ネオと A330 から900ネオのローンチを発表した。燃費向上によって従来型 A330 より航続距離も長くなり、ボーイング787と同等の距離の運航が可能となった。一人当たりの運航経費を抑えることで航空会社からの需要を見込んでいる。従来の機体構造を軽量化させており、 機体直径内寸法は A350 型機の方が数センチ広い。エンジンは2014年に開催された第49回ファーアンボロー国際航空省にてロールスロイスホールディングス製のトレント7000を採用することが発表された。外観上の主な変更点は A350 型機にも採用された新設計の湾曲した主翼とウィングレットを搭載したこと。 また、A330CEO の主翼が60.3メートルなのに、大し A330NEO では64メートルに延長されたこと等が挙げられる。2015年に大韓航空の航空宇宙本部をサプライヤーとして決定し、シャークレットの供給を行っている。客室では、エスプイスバイエアーバスを初導入。客室開花にある既存の貨物室エリアを活用した。 航空貨物コンテナ LD-36 の中に乗客が利用できるベッドを並べることができる。乗客は客室から階段を降りて寝室モジュールを利用でき、モジュールは需要に応じて従来の貨物コンテナとの積み替えも可能。これはゾディアックエアロスペースとの提携で開発され、オプションで採用できる。二千十五年九月、改良型 A330 ネオの製造を フッツ・トゥールーズとなんとの工場で始めた。工場では最初のメタルカットが行われ、エンジンパイロンの加工、中央翼の製造も始まった。2017年10月19日、A330 型機の改良型 A330、ネオのうち A330 から900ネオ、登録番号会 WTTN がフッツ・トゥールーズ・ブラニャック空港で初飛行。 4時間13分のテスト飛行をし、無事終えた。2018年2月5日、A330 ネオファミリー2機種のうち、A330 から800ネオ登録番号会話とが、ロールアウト。A330 から800ネオと A330 から900ネオの2形式は99%の共通性保持をし、共通の機体構造、エンジン。 乗務員訓練などが採用され路線ネットワークでに、機種を柔軟に運用可能としている。2018年6月18日から7月7日の、機関 TAP ポルトガル航空に引き渡しされる、予定の A330 から900、回 w w k m で、世界15都市の路線実証飛行テストを実施。2018年9月26日、A330 から900について、 欧州航空安全庁から形式証明を取得。テスト飛行では試験機2機で1400飛行時間を実施したと発表。米国連邦航空局からも近日中に取得見込み。2018年11月6日、開発中の A330 n e o のうち、単動型の A330 から800 n e o 登録番号会話とが、富津・トゥールーズ・ブラニャック空港で、 初飛行し4時間4分のテスト飛行を無事置いた。2018年11月26日、TAP ポルトガル航空に世界初の A330 から900ネオ登録番号 CS タブを納入。2020年10月29日、クウェート航空に世界初の A330 から800ネオ登録番号 QK アップフを納入。ありがとうございます。